諸藩のエドルス協約は、五条氏とも言われ、江戸武官でも、ほぼ、白氏と記される。ただし、後日のように、徳川の三谷のエドルス協は、白布と記されるほか、江戸幕府の老中や、川用人などの養殖者が藩主である藩の場合は、公用人と記される例外はあった。幕府公人の留守組合を作って、情報交換をしており、 いわば諸藩の外交官であった。なお、少数ではあるが藩主不在中の江戸藩邸の警備責任者たる留守居と連絡接触役たる五条氏を分けて設置する藩も存在した。留守居の副官、補佐役を留守居、天役と呼ぶことが多い。幕府における留守居は老中の支配に属し、大奥の取締りや通行手形の管理、将軍不在時には、 江戸城の留守を守る役割を果たした。役高は五千国で旗本から選任され、定員は四名から八名。旗本で任じられる役職では、蕎麦州、大万党と並んで最高の役職であった。万国以上、上主格の大遇を受け、特権として次男まで、おまみが許されたほか、下屋敷を与えられた。初期はまとめ役である、大留守居が設置され、旗本でも、 蕎麦衆と共に最高位の格式が与えられた。しかし、将軍が江戸城から外出する機会が減少したことと、幕府機構の整備による権限以上によって、その地位は低下し、元禄年間前後には、長年中勤を尽くした旗本に対する名誉職と化した。不代大,大名が就任した例もあり、漢文5年に、伊予今治藩主、松平貞田房が大留守居に任命され、 元宝2年まで勤めた。元禄11年に、上野前橋藩主、坂井正志が選ばれ、元禄13年に辞任、同年に、越後高田藩主、稲葉正志王が勤め、元禄14年に辞任したのを最後に、大名が大留守居になることはなかった。松平定房は高齢だったが健康という理由から、任命されたが、坂井正志の場合は、高い価格に合わせた感触で、 稲葉ただし王は辞任した年に老中に就任している。ことから昇進を控えた役職ではないかとされている。本丸の他に、西丸、二眼にも配置され、西丸留守居は、若年寄りの支配を受け、役高二千国で初代部役。二眼留守居は、若年寄りの支配を受け、役高七百国で、不役。両役もに、長年禁止を果たした旗本に対する名誉職であった。反面。 本丸ルス居とは異なり左遷の意味合いを含むことも多かった。なお、似たような名前の職にルス居番がある。これはルスイと同様老中に属し、宿直により、大奥の警備、奥向きの用務を取り扱った。むね戦国の旗本が認じられた。ルス居とは同僚ではあるが、直接上下関係はなかった。多くの諸般ルス居は、物頭級の有能な家臣から選ばれた。 また、一部の藩では、家老、用人、側用人が兼務する場合もあった。なお、武漢上では、すべての藩で用人により、下座扱使いである。留守居は、藩主が江戸藩邸にいない場合に、藩邸の守護に当たったほか、藩主が江戸財布中であっても御上司として、江戸城中の祖鉄の間に詰め、幕閣の同性把握、幕府から示される、様々な法令の入手や解釈。 幕府に提出する上書の作成を行っていた。江戸時代は、礼儀三百意義三千とも言われるほどで、前例に従って、落ち度のないことが第一と考えられており、それに資する前例を操作するために留守組合にて、他藩の留守居と情報交換を行った。また、自藩の本家、文家との連絡、調整にあたるのも留守居の役目であった。幕府が、 諸藩のルス協約による暗躍、工作活動を嫌い、江戸城途上を禁止した時期も数字に及ぶが、不便であるためまたすぐに解禁されるなどしていたことは、その微妙な立場を物語っている。また、正式ルートを通じる以前の内省を得るための調整が、諸藩ルス協約と取り次ぎの老中の間でなされ、スムーズな爆藩関係を築く努力がなされた。ルス教の情報交換は、 藩の財政を無視して、遊郭や料亭などで頻繁に行われたため、財政難に苦しむ各藩の国元や勘定法からは遠差の眼差しで見られた。なお、京都、大阪、長崎に屋敷を持つ諸藩では、それぞれに留守居が置かれることが多かった。藩主が幕府の老中や側用人といった要職にある時に白紙及び江戸、留守居、天役は大幕府。 諸藩等々の外交専門の用人である公用人となる。五条したるエドルス拠と手に役は藩主が幕府の役職にあるときは将軍家の陪身として、また藩主の身内人として抗議の御用に携わることになる。よって江戸時代後期から公用人の名が用いられるようになった。諸藩の藩主が幕府の役職に就任すると参勤交代は行われなくなり、 藩主は江戸上府となり、留守居と天役の職名は広用人に変更され、致死するとまた元の職名に戻ることが各種武官から証明できる。また、京都諸市代に就任した場合も広用人が置かれるが、この場合は藩主は当然、江戸に上府せず系に赴任して同地に詰めた。臨時に江戸屋敷から派遣された留守居、天役及び江戸屋敷に残った留守居、 天役も、揃って、公用人を称した。また、藩主の諸子大就任にあたり、別個に家臣団を編成したが、内実は、江戸表役にもととの役職との兼職や、臨時の派遣に頼った。ありがとうございます。